タンドの下パーツを取り付けます。スタンド上のパーツの両面テープ、剥離紙を剥がします。そのまま下パーツと組み合わせます。取り付けたパーツとスタンドアーム部をノブで固定します。別売のスマホホルダーを取り付けます。スマホを固定して位置を合わせて完成です。